ジョソラジさあ始まりました「ジョソラジ女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそこの番組はスタートウェアレインボー株式会社キャンピーの提供でお送りします、えー、第1週はセーラジ 兵の性ラジと題しまして性的少数者男性女性性教育などをテーマに、まあ、全体的にはゆるゆるの女子ラジの中では真面目に社会的なお話もしていく週にしたいと思っております、えー、準レギュラーパートナーはゲイドラグクイーンレズビアントランスジェンダーなど様々な性の少数者もストレートもが集まるミックスバーを新宿2丁目と渋谷パルコで経営している敏腕経営者の のびのび芸でもあるかゆみ社長でございますはいえー、88歳89歳の両親を介護中のかゆみですよろしくお願いします <laughs> ね急に介護してます頑張ってますアピールされていやおいおい介護問題とかそうねそう老後問題とかも確かにねぜひ話題に加えてほしいなと思ってちょいちょい挟んでいくようにします日本社社会会全体のととんででももない社会問題でもあると同時に その問題ってこういわゆる下の世代が作りづらい性の少数者からするとよより深深刻刻っちゃ深刻よね、まあ、もちろんさその下の世代がいたところで甘えられないもう時代が始まってるのはわかるんだけど、まあ、正直こんな面倒くさいババアが年取ってさらになんかこうむき出しの厄介な感じになってウェイウェイとか言い出したりしたら誰が面倒見てくれるんだろうって自分でもゾッとするもの。うん と思ってあれでしょいろんなたがが外れてその人の本性がむき出しになるんでしょうどうなんだろうでもうちの両親は割とこと穏やかに老いてってる感じがするのでだ,だからなんかそういう人が育てられたからのびのびした社長になれたんじゃないなんかこうお茶を一生懸命ついてくれるんだけど、うん、こう3分の2は湯飲みに入らない。<laughs> エコじゃないねそうだけど、<laughs> それを奪い取ったらかわいそうだから、優しいちょっと手を添えて、その震えを止めてあげるとかあじゃあ、そのうん、介護の苛立ちで、入ってねえよみたいなのは、決して社長はしないよ、ね、あそれはないかな、優しいわね、なんか二人とも手で食べてるから、なんか動物二人を見てるみたいなところもちょっとあったりして、<laughs> あまあ、最後はね、うん、野生に帰るみたいなところもあるのかもね。うん いやでもなんか本当、うちはね、おかんはすごいいいおかんなんですけど、なんか周りのみんながねあ、あんたボケて本書を出たら本当に厄介って太鼓判を押すのでま、ね、あでもそうね。<laughs> ちょっと年取ったら厄介そうかも。<laughs> いやだ、どうやったらいい人になるんだろう。<laughs> はい。はい、まあそんな、ちょっと脱線しましたけど、はい、そんなね、あの、高齢のご両親を介護したりもしつつ、まあ、高齢ではないにしせよ、 また別の意味で厄介なね、なう激しい気象の助走なども面倒を見てくれているかゆみ社長が聖、えー、ラジの、まあ、パートナーなんですけれども、まあ、今回は初めての週なので前回に引き続きかゆみ社長ご自身のことをもうちょっと掘り,掘り下げたいと思います。大人になるまででを前回は聞いたんですけど、はい 大人になってからも私と出会うまではまだ15年ぐらいあるわけじゃないですか20年か20年ぐらいあるわけじゃないですかね、まあ、25年ぐらいか、ね、そうか45ぐ,らい45ぐらいだったから、ね、その間はどんな芸だったのどんな芸どんな芸どんなゲイ <laughs> <laughs> 伸び伸びと割とうんと、うんうん、まあ両親へのカミングアウトも早かったし、うん、あどんな反応でしたうちでに 24ぐらいの時にしたのかな、うん、で23だったかなでえー、っと言ったら第一声が「女の子に取られないのね」って言われたんですよずっと私の子供なんだって言うからお母様があ「女の人とは結婚しないよ」とは言って。 それは安心みたいなイメージだ。どうなんだろうね。うん、でも、なんか独特よね。独特は独特ね。うん、多分大好きだ,っただ、ね。そういうことだよ、ね。の行動。えー、と、とら、なんか、その。おも、おもこさんじゃないか、その。お嫁さんとね、どお嫁さんというか、その夫婦としての単位に。家から離れることを。取られるみたいに。感じちゃう。気持ちがあったから、そういう言葉が出することばかり。どうなんだろうね。ねそこも。 面白でもいわゆる嘆くみたいなのはなかったんだなかったで、うん、割と若い頃から海外旅行に親を連れてったり結構してたのでどこ行っても息子さんと旅行行けるなんて幸せですねって言われ続けてきたから、うん、おふくろもまんざらじゃないみたいな感じだった親子で、うん、でま芸、あ、能の髪形も特に否定されることもなくなくうん全然ないですね、うんで こうさっき、その前回、ゲイコミュニティーみたいなものにはあんまり興味なかったって言ってたけど、ああ遊びとかは遊び、遊びは、うんと、もちろん、バーとかはあんまり行かなかった、<の>ゲイバーとかは。ゲイバーは行かなかったですね、僕らの頃は、割とバブル絶頂、ごめんなさい、こんなバブル絶頂なんて言っちゃいけない,い,いと思うバブル絶頂期だったので、<laughs> 日曜もは割となんか、つまんなかったんですよね。え バブル本筋のバブルからしたら2丁目なんてしけたったってことしけたというかそれだったら六本木行って踊ってた方が良かったり <laughs> うかあのまあと恋は男性とはもちろんするけど、うんね、んん遊ぶのは女の子とかのんけの男性の方が面白かったあ、はあ、じゃあ本当にあくまでそれ以外はストレートの華やかな世界にいるような感じそうですねあとは割と 海外旅行に割と行きまくってたかもだからタイ」行けば「タイ」ってパッポンストリートでナンパをしたりとか「パッポン」ってどっちかというとストレート向き「パッポン」の奥だねあっにーム向きのエリアがあってねパッポンの奥のこうそうこう L 字になったところあそこでそうそう普通にかけたり そうだねシドニーオーストラリアのシドニーだっけシドニーのなんかねこうトイレもそういう仲間の人が集まるトイレがあるじゃないいはいに言ってくれてありがとうあっよくないことかもしれないけどだけど何も調べてってないんですよ何も調べてってないんだけどやけにここは男性が多いなとか手を出されるなっていうところに 割と遭遇しちゃうんですよまあ世界中でなんかあの野生の缶みたいなのがね働いたりするのよねなんかシンガポール行くとここのプールは焼けに多いとかなるほどね、うん、って言って割と旅行を一人で遊びに行ってたねじゃあまああのいわゆる日本のまあ例えば雑誌がどうとかバーがどうみたいなコミュニティには関わってないけど独特ののびのびとした こう華やかな芸遊びはしてたってこだよね,だね申し訳ないけど、うん、あなたに申し訳ないけどバディ一、うん、回も買ったことない芸雑誌のね芸雑誌のバディを、はい、バラ族のバラ族は最初何回かは情報として買ってたけどでも5回ぐらい買ったぐらいかな、うんまあ、だから情報が必要なく自分でも遊び場を見つけられてたってことでしょなんか自然とそういうところに行ってたみたいな、ねうんうん で,でもなんだっけクラブイベントとは言ってたんじゃなクラブは好きでした、うん、あのいわゆると女の子とディスコ行ったりゲスディスコも行ったりしてたけどなんかゲディスコ行ってもクラブ行っても一人で来てる子に声をかけてたねあじゃあグループで行ってつるんで遊ぶっていうのは、うん、やだね あんまりもう一人でただ踊り自体は、ね、もう一人で踊りが好きで踊ってて、ね、なんかサンバホイッスル持ってピッピッピッと踊りながら踊ってたでなんか本当に楽しそうに踊ってる子に楽しそうに踊ってるねって言って声をかけて <laughs> あでもねあの自分もね付き合い始めの頃に何度か一緒にこうクラブイベント行ったので覚えてるんですけど確かにその 群れる感じじの遊び方じゃなくて本当に急に急ねちょっと腰低めにこう独特のこう踊りを踊り出して「うえ!」とかって規制、ね、を発するタイプの楽しみ方だなっていうのを見ていましたね。じゃあ,、まあそんなふうにどどまあまあのびのびとはしてたけどゲイバーとか、まあ、主流とは言わないけど芸業界あるあるな場所ではないところで。 のなんか思う存分に暴れていたかゆみさんが昔、まあ、だけあったので芸場行ってたのあそう、うん、で、うん、その時にいろんな人と知り合ってその時、うん、まあ温泉行ったりはしてたかもあじゃあちょっとは芸の人たちの,あの連れ立つ遊びとかもしてたんだ、ね、うんあの まあ名前出しちゃいけないから岡部さんとかあ今岡部さんって言ったじゃないあ岡部さんとかああいう人だと <laughs> あ<の>昔ねゲーアンドレスビアンパレードの実行委員長も務めた岡部さんとは古い仲間なのでそうでなんか久しぶりに温泉線行ったりもしたけど <laughs>、はい、でもその中の一人の友達と仲良く今北海道にいるんだけど、うん、してたり本当に付き合いグループでしてるというよりも一対一でしてるかな なんかその辺も社長らしいなと思うんだけど、まあ、そんな社長が10年ぐらい前です十もう12年なのかなブルボンヌのこうおじさん姿でこそこそしてる時のまさに出会いねかゆみさんも大好きな出会いの場で知り合いましてね、はい、で最初は、まあ、そういう仲だったんですよね、はい、<laughs> 思い出すのも恥ずかしいかもしれませんがね、はい、で 普通はそういう風に知り合ったとき、こちら側のね、私の側からすると、やっぱりこう、お仕事としての女装で、こう、人に笑ってもらったりする仕事というのは、あの、<laughs> 今のは、かゆみ社長名物の、か <laughs> んだかいくしゃみでございます。<laughs> すいまはい、はい、はい、はい。あの、そういうね、あの、と人って、どちらかというとその、<laughs> おお仕事とか人をを楽しししませるるためにしているお姉前回行為を隠しがちなんですよやっぱりこう芸業界は男っぽい男性の方がモテる業界なのでこう色気がで大事な場所では「お姉をひた隠しにしよう」とか「女装でなんかたまにギャラもらってるなんて絶対言えない」みたいに思う方の方が多いような業界なんですけどあのかくいう私もあのそしらぬ顔でねあのこう。 かゆみさんと可愛いいお,おじいさん,お,さんおじいさんじゃないねお兄さんと知り合ったわぐらいに思って隠してたんですけどまあもう今日はこの素敵なラジオを聞いてくださってる方にこっそり教えちゃいますといやそんなに細かく教えてゃのていう<当>、はい、ほら、えー、でなんかさその何まあまあブティックホテルブティックホテルってそう、はい、してるってことかバレちゃったんだよね <laughs> 面白いから教えてあげる。いやいや、いいや本当,本当はここは。男女の、ね。嫌なる人もいるだろうから。本当、うん、大丈夫よ、きれいに言うから。いやいや,いやいやいや。男女の、男女のね、ビデオがね、流れがちなんだけれども、あの、私はオタクだったので、iPod に男性同士のビデオもねこう、わざわざ変換して入れてたんですよ。でそれを、こう、男子同士のビデオが見たいっていうか、うん、ゆみさんのためにこう、わざわざこうね、オタクなのを生かして、赤と白のこう弱とかをつないで、 こうホテルのビデオに流してたらこう,うっかりね私がまあなんていうのかなちょっともう事を終えた感じでうとうとしてたらその次そのビデオが終わっちゃったらしくてなんかかやみ社長が他のを見ようとしたら、まあ、私も同じフォルダーに入れとくなって話なんですけど私の女装ショーのビデオをねうっかり流しちゃったみたいなんです。それでこう眠りから覚めた私に あの、かやみさんが、えなんか、不思議な女装のビデオが流れてたけど、あれなにって言われたので、ああ、もう全部バレたと思った私は、そうだよ私は女装だよみたいな感じでね、こう逆ギレ気味にね、<laughs> それを全部、ど、恥ずかしいか逃げるかみたいな気持ちでこう、言ったら、まあ、私もその時までは、こんなね、その、前編でお話したような社長が特殊な人だとは知らなかったので、どうせあんたもそこいらの、 あの生ハンカじゃないけどその「そっこいな」って言っちゃったごめんなさいね <laughs> あのコンサバティブな芸の人と一緒で女装なんかしてるって聞いたら嫌になって逃げちまうのかと思ったら社長はちょっと変わった人で「え面白いことしてるね」って全然引かなかったんですよねあれ本当に別にどうでもよかったのどうでもよくないいや <laughs> んかねまあまあ引く人も多いんですよ全然どうでもいいあありがとうございますであこの人女装してる人平気なんだと思ってこれは ちょっとありがたい物件だわぐらいのことを思って、まあ、より仲良くなれたわけですけどただ、ね、しばらくしてから自分が一人だけでこうスーツケース持って局に入って他の人はマネージャーさんとメイクとかがついてたりするのに全部一人でやって帰ってるっていう仕事の実情を聞いた社長があの手伝ってくれるようになった、ね、そうちょうどあの前の会社を畳んで こ1年間、まあ、人に使われたことがなかったのでサラリーマンをやってった時に知り合ってまあまあいいかな、まあね、時間もあるしって思ってるえとはいえねそんな立派な大人を駒使いのようにお手伝いしていただくことを延々続けるわけにはいかないのでそうそうそう貯金がしたんですよ <laughs> だから私の店みたいに言わないで仕事してなかったからね。じゃあそのタイミングで 2 <laughs> 人でこう自分もそういう浮いたメディアの仕事だけではホームポジションがないとやっぱり心細いし今だったら新しい考え方のバーとかをやるタイミングじゃないかっていうのでこう新宿2丁目の路面店であの他のこう何お店とは違うストレートの人とかそういう人たちを今はね「荒い」って言葉もありますけど応援してくれる人たちとワイワイ触れ合えるようなお店を こう動かしたらどうかというのでこう社長にねなってもらって私はのお金の計算とか細かいケアができないいい加減な人なのでこうお互いないものを補い合う感じでねまあ結局このあのブルボンヌと仕事をするようになって割とこうゲイということに対してまあ基本的には自分はゲイだからゲイのことしか分かんないんだけどゲイは割となんていうんだろうひた隠しにしてる人も結構多いんだなと。 でもちろんその、その友達なんか一人もいないっていう人がたくさんいるのにあそうなんだ、俺の周りとはちょっと違うんだな、世界、う日本のこう世の中はと思って50ぐらいでようやく気づいたんだ45でしたよ、<laughs> それであじゃあ、それだったら <laughs> そういう人たちを実際にこうお店で味わってもらって別に、ゲイでもゲイじゃなくても。 変な人は変だし変な考え方する人は考えるし面白い人は面白いしっていうことを実際知ってもらえる場所を作ることがまあ実際に経験してもらうことが一番いいのかなと思って、うん、まあ新宿二丁目の中通りの一番目立つところのガラス張りでまあ珍獣じゃないけど毎日変わる変わる女装の子が入っていれば <laughs> まあみんな面白がってきてくれるしちょっと関心のある人も見てくれるのかな来てくれるのかなと思ってうん、うん、まあやってみようかなと。ね、なんかだからま良、あ、かったのか悪かったのかこういう、まあ、アクティビズムみたいな流れも組んでいる場所にいたその家出しとかも作っていた自分の活動を通じてあ他の。 性の少数者の人にとってはこのことは大変なことなんだっていうことがまあ本当に45でようやく気づかれたってことよね気づいた、うん、まあ知ってしまった、まあ、知らなかったら割と何も考えずに自分だけの楽しい人生だったかもしれないけど <laughs> 知らない方がかったいや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 そうじゃないんだけど <laughs> でまあまあ まあ始めてみましょでも、まあ、そうするとね、まあ、いろんな人に声をかけられたり、まあ、テレビ局の人がいろいろ来てくれたりうん、うん、でも自分も分かんないしテレビ局のディレクターさんも分かんないから一からいろんなことを勉強していくうちになんとなく「あこの LGBT 同時者というのはこういうもんなんだなうん、うん、Q というものがある A というものがあるいろんなことをなんとなくこの年で知ってきてうん、うん、ああんか。 他人のこと知るよりも自分のこと知ろうよし,した方がいいだろうと思いながらもなんか日々やってるかなじゃあまあその流れでそういうことに触れ合うある意味はめにはなっちゃったけれども今はそこに意義も感じてはくれているのねまあまあ意義が感じなかったらやらない、うん、やってないかな、うん、まあでもねあの本当にこういう社長と知り合ったことである意味その 芸のメディアの中枢みたいなねその雑誌を発信する側とかにはいた自分もその次のじゃあ自分たちが感じたことをどういうふうにストレートの人に伝えようみたいなところに今は、まあ、社長と知り合ってからはなったので、まあ、人生って本当に面白い巡り合いだなと思いますね。私ははだかから頭ででっっちにそういういいいプライドみたたな言葉を言葉葉を知っていたけど あの手をつなぐことは最初はできなかったからね街角でねうそうねだからなんかそういうところをじわじわとこう教えてもらえるぐらい独特のこう自己肯定、まあ、本当にプライドのある人なんだよねあと皆、まあ、さんそうなんだろうけど人の目を気にしすぎる、うん、あんた気にしなさすぎるそうなんだけど、まあ、いつも言ってるけど <laughs> この道端で会った人がまた会う確率なんてそう、ね、どういうだけのものっていうこと、うん、まあかしかも地方の街なんか行ったら特にそうじゃないですか、うん、これ例えば中野でね歩いてたら近所だしまた会う可能性あるかもしれないけど地方都市でさあ旅行先とか、ね、旅行先とかで会った時に、うん、その人と会う確率なんかほぼほぼないのにそんな人のことなんて気にするんだろうなっていうのは 思っちゃうかな、うん、まあまあ本当に理屈で言えばその通りだけどでもまだまだ同性カップルで平気で手つなげる人はそんなに多数派ではないから気使っちゃう人が多いからでもさ女、うん、の子同士はきっと手つなぐじゃん女子はその女子同士がその恋愛じゃなくても手をつなぐ光景が割と普通なのよあの学女,子女学生とかでもねでも男の子友達でも手つなぐよ 日本のの男子は少ないい国が違うううとそういうのが平気だったたりするみたいだから結局その付き合ってんのって思われることがでも社長の言う通り思われたからなんだってところも突き詰めればあるんだけど結局自分が自分を認めてない気持ちがあるから周りにもそう思われたくないって思うんだってことがつながるから。 その自分はその社長の方がそこは正しいというか、うん、そうな,なるべき,、うん、べきなったらいいなとは思うので、うんまあ、正しいって言っちゃうとその方が素敵だと思うから、うん、まあそんなね社長のエッセンスも込みで、うんえー、この第1週の「せいラジは、まあ、いろんな、まあ、性教育とか本当に男性女性とかいろんなテーマでちょいちょいゲストの方もお呼びして お送りしたいと思います。あとなぜ僕がこ,こんなにこうポジティブに考えるかっていうのもおいおいね、はい、ちらほら出していただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。女子 <music> ラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をするテベント（毒入りかもな）ネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの購入などはご容赦ください。応援してください。それでは。 「ちょねそらちちょそらちちょそらち」